よくも椿を無残に殺してくれたな。うるさい邪魔者か。殺す。邪魔エヴァ、エヴァ、あの毒婦が。お前だけは絶対に許さない。椿を殺したお前だけは地の果てまで追いかけてやる。あや、なのか。ああ、クソ、なんてことだ。父さん、ずっとどこに行ったのかと。本当にすまない。父さん、来るな。またいつ、イミチが暴走するかわからない。あや、勝手だが、聞いてくれないか。俺はずっと椿を殺した奴を追い続けてきた。そしてついに見つけたんだ。椿を殺したのは同じイミチ族のエヴァという女だった。その女は椿の心臓から力を得て咲を操っている。咲を、どうやら咲はイミチ族の心臓を使った儀式で椿を生き返らせようとしているらしい。その心臓を得るため咲は俺と綾に刃を向けるつもりだ。なるほどね。綾、お前が咲を、妹を止めてくれないか。私が咲を、私を殺そうとしてる奴を殺さずに止めろって言うの。今まで黙っていたことを許してほしい。実はお前と咲は血のつながった姉妹なんだ。なんで今さらそんなこと。イミチ族の姉妹には戦う術を身につけさせて試合をし、生き残った方を後継ぎにする習わしがある。だが俺と椿は二人を守るために血のつながりがない姉妹として偽ったのだ。そんなことが。人は死んだら生き返らない。死者が生き返れば人を食らう化け物になるだけだ。俺は椿のそんな姿を見たくはない。急にいろんな話を聞いても納得できないし、咲を殺さずに止めるなんて約束もできないけど、
私がさっきのところに向かう。父さんはやらなきゃいけないことがあるんでしょ。すまない、うん、父さん。早く行け、アヤ。いつもお前たちのことを思っている。アヤ、お前にこれを。お前なら使いこなせるはずだ。父さん。父さんが持ってた弓とは使いこなしてみせる。あや、ショップを確認してみて。とっておきの新しいアイテム入荷しといてくれ。ありがとう。今から入れそうね。メキゴン。うわ、なんか出るんじゃない。出ても資料だろうけど。アヤのだいぶ様子がおかしかったけど、妹ちゃんのこと本当なのかな。アヤは妹ちゃんを止められるって本気で信じてるの。止めてみせる。どうせ無理だよ。殺しにかかってくるでしょ。私は生きてほしい。まとめて叩き切る。
扉のようなものが見えるけど、ダメね。他の道を探そう。こいつがウロボロスの失敗作なのかな。襲ってこないなら放っておく。そうね、他に道がないか探してみる。
お父さんはどこに行ったの？ダメ。でも、あとで追うつもり。父さんはすぐ無茶するから、あたしが止めてあげないと。それなら引き止めればよかったのに。無駄だよ。父さんは一度決めたことは変わらないから。よく知ってる。まあ、これより親子で違う。レイクス、お父さんとはどうなの？私、お父さん、その質問には答えられないかも。おしゃべりのレイクスは家族の話はタブーだった。父親がいるのが当たり前だと思うなよ。ほらほら、油断してるとやられちゃうよ。レイにも話したくないことあるよね。そりゃあね。それより妹ちゃんをやっつけるんでしょ？やっつけないけど、まあ、はいはい。地上と比べて地下は狩猟が多い。地中は奴らのたまり場ってことなのかもね。Bye-bye.
綾と咲が出会ったら、イミ一族の姉妹が死ぬ。試合が始まるんだね。楽しみすぎてうずうずしちゃう。私は試合なんか望まない。姉妹がいるって言ってたけど、あんたは自分と血のつながった姉妹を殺せるんだ。どうでもいいよ、そんなこと。回答拒否。こっちの家族も複雑なの。結局戦うことになりそうね。さっきの地震のせいでめちゃくちゃ。ここを登れば進めそうね。
が開けるってことね。はい、こらつキャーギャーうるさいガキだこと。あや、体よりも管を破壊してお腹につながっている管から地中の養分を得ているらしい。管がなくなればあのガキは養分を得られずに死ぬだけだから。でも個人的な恨みでもあるの？いやいや、とにかく私ガキとか超苦手なの。あや、ガツンとお見舞いしてやって。こんなものね。これで先に会える。お母さん。母を亡くしてかわいそうなサキちゃん、泣いてるのね。両親がいがみ合い、父が母を手にかける家族、なんて過酷な運命なのかしら。でも大丈夫よ、私と一緒に来て。サキちゃんを一人にしない。サキちゃんはどうしてお父さんがお母さんを殺したと思う？そんなの知らない。お父さんにはね、お母さんとサキちゃん以外に大切な人がいるの。それはあなたのお母さんより前にお父さんが愛した女の娘、あなたのお姉ちゃんよ。私にお姉ちゃんが？そうよ、お姉ちゃんの方が大事になったから、お母さんとサキちゃんがいらなくなったのよ。ひどいお父さんよね、ひどいお姉ちゃんよね。許せないわよね、悔しいわよね。うん、お母さんを取り戻したいよね。うん。じゃあ、いいことを教えてあげる。大好きなお母さんを生き返らせる方法があるの。それはね、
あんたが、アヤ。サキ。よく言うよね。私のことなんか忘れてたくせに。ねえ、お姉ちゃんがさ、妹のお願いを聞いてくれる？私、お母さんを生き返らせたいの。アヤ、お前の心臓を使って死んだ母さんを蘇らせて人を喰らう化け物にでもするつもり？母さんがそんなこと望んでいると思うの？クソおやつに愛されたお前に何がわかるの？お母さんのために、私のために死んでよ！さっき私はあんたを止めるために来た。殺し合うことなんて父さんも母さんも望んでいない！うるさい！お前が母さんとか言うな！どっちかが死ぬまでこの戦いは終わらない！私はあんたを殺す！それだけだ！バカ！明日あんた来い！もしまだじゃない！私とあんたはキリンちゃん本当の姉妹なんだよ！何を言ってんだ？エヴァに聞いたんだよ全部。お前はクソ親父が横で作った子供だって。お前がいるから私とお母さんは見捨てられたんだ。お前もクソ親父も私とお母さんが邪魔でしょうがなかった。バカ言わないで。あんたはそのエヴァに操られてるだけ。その女があんたの弱みにつけ込んで利用しているだけじゃない。これ以上あの女のいいようにさせないでよ。何なの？適当なこと言わないでよ。お前らを信じるよりよっぽど間違ってほしい。あーや、知ってる？異日族として生まれた姉妹って代々試合で殺し合ってきたんだって。だから私たちも殺し合う運命。そんなクソったれな運命、私がぶった切ってやる！ふざけ！
ければ。避け。それ以上は秘密に。貴族の運命がちぐられていようと、私がその血を振り払ってみせる。ぶっ殺してやる。お母さんの匂い。なんでお前からお母さんの匂いがするんだ。本当の姉妹じゃないくせに。バカ、私たちは本当の姉妹だよ。私は母さんのお腹が大きい時からずっとサキを見ていたの。生まれたばかりの頃、ちっちゃくて可愛くて、私がサキを守らなきゃってその時誓ったのに。幸せな家庭だった。なのに突然母さんが継母だって言われて、その後すぐに家族がバラバラになった。でもそれは父さんも母さんも私たちを守るためにそうするしかなかったんだ。今さら何なの。今さらそんなこと言われたって。もう一人にしない。さっきの寂しさは私が埋める。お母さん、ごめんなさい。ちょっと痛い。え、嘘、ごめん。でも今のちょっとお母さんっぽかった。え、そうかな。あ、いや、で、これからどうするの。父さんを助けに行く。一人で無茶して戦っているようだったから、さっきあなたにも手伝ってほしい。クソ親父じゃないや。お父さんが戦っているのって、母さんの敵討ちに向かってる。お母さんの。お姉ちゃん、私も一緒に戦いたい。ありがとう。それじゃあ行こう。